じゃんじゃかじゃーん。はい、絶好調の荒木です。で、今ね、私は大分県中津市新耶馬渓っていうところに来ております。でね、見て周りをね、自然に囲まれたこの環境の中に、なんと源泉かけ流しの温泉があるんですね。で、これからね、その源泉かけ流しの温泉に入りたいと思います。
温泉に浸かっておりますね。で、今使っているこちらの温泉なんですが、もみじの湯と言いますね。もみじの湯、こちらね、あの市営なんですが、いやー、それにしてもね、気持ちがいい。そして今日ね、外もすっごく天気が良くてね、で程よく心地いい風が吹いていて、でね、ポカポカの源泉かけ流しの温泉ね、こちらの方を今楽しんでいるんですけども、いや気持ちいいなぁ。いや、ここね、もみじの湯はね、ほんと穴場中の穴場で、人もねあまりいませんが、結構ねゆったりした広さがありますね。いやいや、ここね、一度いつかね紹介したいなと思っていますので、今回ね紹介させていただきますね。ということで、このままね、またゆったり温泉に浸かってね、日頃の疲れを癒しね、くつろぎたいと思います。ではまた後で。いやー、温泉はね、いやー、ほんと気持ちがいい。たまらん、最高やね。いやー、もみじの湯、めちゃくちゃいいよ。いや、ほんと、めちゃくちゃいい。ねえ。たまらん、気持ちがいい。はい、ということでね、今温泉から上がってね、身も心もすっきりしてきました。こちらもみじの湯は内湯があってね、そして露天風呂があり、露天風呂からのまた景色がね、とっても綺麗でね、いや本当にね、優雅に過ごせます。でまたこちらね、
源泉かけ流しの温泉ということでね、いやー温泉成分がもうこの全身に染み渡ってね、なんて心地がいい時間が過ごしたことでしょうね。でまたねお風呂上がりには休憩所があります。休憩所からのまた眺めも素敵でね、で畳張りのね休憩室でちょっとこう横になってねうとうととするのもまたこれ贅沢な癒しですよ。はいね、ということで今回は大分県中津市新耶馬渓にあるもみじの湯から絶好調のアラッキーでした。ということでまたねー。